延岡市立南方小学校は、宮崎県延岡市の脱山町目にある公立、小学校。延岡市の西部に位置し、本校近くを五ヶ瀬川、大瀬川が流れている。周辺はここ数年、東九州自動車道建設や土地区画整理事業が急速に進んでいる。また、児童数は800名町であり、宮崎県北部においては、比較的規模の大きい小学校である。 創立100周年を迎えた際に100周年記念祭を行い、OB、OG などを来賓として盛大に行われた。皇帝から校舎を望む方向の中央に記念碑が建てられ、今もなお記念碑は現存している。また、プールの壁画も100周年を祝い描かれた。壁画が描かれる前は灰色のコンクリートブロックだったと推測される。また、職員室側入り口には、 交渉が掲げられた100周年記念祭の様子は DVD 化され2枚組のパッケージになって販売された。100周年を記念して建てられて記念碑には川をモチーフにした S 字型の石の上に2匹の石製アユがあるが、このアユのうち1匹は記念碑が建てられた後1週間も経たないうちに尻尾が折れ、もう1匹はその後6ヶ月後に折られた。 現在も二匹のアユは、尻尾が折られたままで修復はされていない。ありがとうございます。